どうもエアコン屋のジャクです。で、今日は高橋さんもご一緒にですね、はい、ちょっとなばな塾についてちょっとですね、ダントンじゃん、はい、なばな塾、これ俺もあんまり見る機会ね少ないんですけど、まあ、社長の方でね塾をやってる、で、まあ、一人親方の方に向けあれですよね、まあ、塾ですよね。そうですそうです、今度これのね、今度ちなみに飲み会もやるんで、ぜひね概要欄に貼っとくんで見てみてください。高城駅でしたっけ。高城駅ですね。11月30日の夜、19時から飲み会、これについてね、あの、まあ、一人親方の人と交流を深める会みたいな、そういう感じですっけ。興味ある人はこういったのちょっとぜひね概要欄から参加してください。はい、で今回このなばな塾について、はい、まあ、自分も知らないんで、はい、この機会にこう高橋さんに聞いていこうかなと思ったんですけど、はい、なんか人親方のための結構、まあ、ホームページから何かそういうサービスいろいろもやるってことなんですよね。そう、あのとなばなさんが、なばなさん起業して15年ぐらい、6年、はい、でそのなばな社長のやってきた俺のエアコン会社のやり方みたいな、うん、っていうのをまあメインに塾の中で教えてったとか、うんうん、そういうようなノウハウというか経営の中コツというポイントというかをやっていくんですよ。なるほどなるほど。セミナーみたいな。セミナーみたいな。そうですね、まあ、今回は Zoom も使いながらなんで、本当はコロナになる前にこの企画があって、うん、ちょうどだから1年ぐらい前なんですよ。夏になってからこういうのをやりたいで、いろいろじゃあやりましょうよ、うん、でやっちゃいましょうでなってったのに、コロナになってっちゃったから集まれなくなってっちゃって、まあ、そもそもこういうのもこうちょっとやりづらくなってできなくなってってなってったんだけれど、これはね実は結構だから結果的に良かったのかもしれない、うん、なんでかっていうと、そのズームやるのが当たり前になったじゃないですか、うん、今日もそのズームをここのスタジオがシェアリマーズで収録をしていたけれど、でそのズームがやれるようになっちゃったので、仙台に来れない人、うんうんうん、もうみんな通えるようになっちゃった。ああそうですね、オンラインで、そう気軽に手軽にみたいな感じで、まあやっていきましょう。だから月に1回とか2回とか、まあなんかそういうのでズームの中でこうピッとこう参加して、で今日はなんかそのエア取り付け方どうのこうの得意なこと、うん、そういうその技術的なところから、でこういうこのインターネットの、今日はあの今ホームページもちょっと話をしようと思ってるんですけれど、うん、そういうどうやってじゃあ集客するんですかみたいな、うんうん、どうやってお客集めるんですか。そうですね、なんかこうね、このスキルとエアコンくっつけるとかのスキルとお客さんを集めるスキルって別ですもんね。全く別じゃないですか。本当、うん、そうだ、それはそう、そうそう、なのでそこの部分をじゃあ一人親方でこうねスタートが楽しい一人親方になっていただくためには、うんうん、やっぱお客を集めるなんかその力がないとスキルができないので、それをとお助けマンしましょうみたいな、うんうん、いうところなんですよ。でなばな塾でなばなさんとあとデラ君がこうやっていく中で、そのインターネットのところはうちが得意なので、うん、じゃあうちはそこ一緒になって参加してお手伝いしますみたいな、うん、なるほどですね。そういう感じなんですよ。まあ、確かに各々が皆さんね得意不得意ってやっぱありますね、うん、接客得意な人もいれば、うん、接客ダメだけど腕だったらピカイチな人もいればね、うん、そういう人が集まって経営してるねこう塾なんで、そうそうそう、最高のものがご提案はできますよねこれね、うん、どういう一人親方の人が来てもその人に対するこう先生、うん、その人が苦手なものの先生ってやっぱいるわけですから、うん、すごい塾だなって思います。すごい塾です。なばなさんのところも、はい、なばな空調さん本体のだから塾じゃ本業の方ですね、はい、のところも今から3年前とか4年ぐらい前になばなさんと会って、うん、でいろんなインターネットのことをうちもこうやっていきたいんだっていうご相談を受けてやり始めた。もうだから本当に早3年4年ですよね。そうですね。でもまだそれしか経ってないんですね実はね実はすごいな。そうそうそう、すごいな。そうそうそう、で年がら年中こう仙台来たり東京来てもらったりとかってね、うん、お互いの行ったり来たりしながらとかやっている中で、当時はだからホームページ本当にあるだけみたいな状態だったんですよね、うん、昔ですよね。ね、それが今はもうすごいんですよすごいそれはちょっとぜひね見ていただいて、そうそうそう、はい、ホームページは見ていただければなと、ね、新規で本当にびっくりするぐらい連絡はね、そう電話来る量とかはもう全然違くなりましたね。ホームページはやっぱ今大事なんですね。大事だと思います。本当すごい圧倒的ですもん。桁が違うんですもんね、
問い合わせに来る2件3件増えたとかじゃなくて、うん、桁が1個2個変わりますよ、うん、問い合わせの。これはホームページは絶対大事ですし、もう営業マンですよね。そうです、本当営業マンですね。24時間やってくれますからね。してすごいなと思います。だから営業マンはやっぱりこうお客さん取ってくるのはホームページに任せて、うん、で一人親方社長は技術を磨いて、そうです、動いてなんぼですね。なんかそんなような状態をこいつを上手に使えばですね、このホームページインターネットやれるので、で長野さんもそれにだから本当にできるんだみたいな、うん、だからまあこういうことやろうっていう風になってると思うんですけれど、うん、そういうことですよ、うん、ホームページだから適当なわけのわかんないホームページ作ったってダメなわけです、うん、そうですね。あれば言ってもね、うちもありましたからずっと15年近くありましたからその中でもここ 2,3 年で問い合わせの桁が変わってきたっていうのはやっぱ何かあるわけですよ。秘密が、秘密があるわけですよ。何かを教えてくれる塾なわけですね。そう、その秘密は、それはすごい。ただホームページを作っただけじゃやっぱダメなんです、うん、ホームページの見せ方とか作り方とかその更新の仕方とか、うん、あと、まあ、検索にかかるだとかいろいろあるんですけど、またこれは別の動画でお話しますけど、そうですね、はい、ただホームページだけを作ったってダメなわけです、うん、だけど更新管理がやっぱりしやすいような方とか、うんうん、そういうね環境はやっぱり整えなくちゃいけなくて、業者に全部、業者ってホームページ制作業者ですに全部よろしくねのスタイルっていうのはもうこれからも絶対なダメな時代で、良くないですね。本当にそう、社長が思ったことを秒でウェブサイトに反映できるような状態を作っていく。やっぱりビジネスって生き物ですから、経営者が思ったことをね、もう瞬間的にここに反映して世の中の人たちに知ってもらう、ね、いろんなさっきのそのズームの座談会飲み会とかだって、はいはいはい、さっきお昼ご飯を食べながらそんな話をそうすよ企画したわけですよ、ね、やってみたいなって思うわけですよね、やっぱね。そうするとご飯食べながら速攻でね、今の撮影してくれている中の人、のみさん、中の人がですね、ご飯を食べながらのみさんの目の前のマックでカチャ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 もう更新をかけてね、もう飲み会のページとかをチャ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 って28秒ぐらいで作っちゃうんですよ、ね、こんなすごいことないですよ。そうするとこうその受け皿になる申し込みページができて、それを彼が宣伝する YouTube 言えばいいんですよ。で備考欄に行って彼がこうやってやるとそれが連動してくるわけですよ。そうだから企画からページをピュッて作って YouTube 撮るまでこれそこまでだから2時間とか1時間とか、ええ、そんなもん。そのスピード感を持ってぐるぐるなんかこう動かしていけるようなやっぱりそのホームページ運営っていう、そういうことができるようになっていくと本当に新規でお客さんたちをやっぱり自分でこう一人親子も集めれるよ、うん、そうすると元請けになれるんです。あ、なれますでしょう。なれますね。下請けと元請けの大きな違いはあのお客さんを自力で集めれるかどうかなんです、うん、ここが超ポイント。それはそうだ、間違いないですね。そうでしょう。だから自分でやっぱり自力でお客さんを集めるためにはウェブを上手に使って、しかも半自動的にうまくいけば、ここが消えちゃったけど、うん、あの動いていってくれるから、そんな楽なことないですよ。そのためのやっぱりこう受付窓口になるのがホームページ、うん、でそのやり方のノウハウを教えてくれるのがこのナバナ塾ですね。あ、そう、ウェブ戦略室っていうのがこの中のそういう部分で、うん、そんなことやってたんですね。そう、技術面多分、うん、こっちデラ君も、ね、そう登場するんで、あそうそうそうですね。そう、技術面の先生として、そうですね。あとお客様対応もね、ね、うん、そういうのは大丈夫です、お任せください。そうそうそう、ウェブはもう高橋さんいれば大丈夫です。ウェブはうちがこうちょっと仲間に入らせてもらってやっていくので、そんなまあ役割分担でやっていくみたいな、はい、ね、そして本当は出たらいいんじゃないって言っているこの中の人の、そうですね、のみさんもこれウェブも専門家ですから。そうですよ、動画の編集から何からしてくださってるから、そうそうそう、半端じゃないと。半端じゃないですよ。出てくんないけど、まあ出てくれないまず出てくれないですよね。そうそうそう、まあそんな感じなので、このホーム、これもだからホームページのリンク先をまたくっつけといてはいいんですよね、概要欄 に、はい、そう、ここの中のぜひ見ていただいて、そう、ウェブ戦略室ってところをピッと触ると小さなエアコン屋さんのホームページ制作みたいなのがあるので、うん、まあ、ここの URL をくっつけておきます、ぜひ
ちょっと一度ね見てみていただいて、自分でねこう読んでみて、あいいなって合いそうだなって思えばもうぜひねご連絡いただくし、うん、あこれちょっと僕と違うなって、やっぱり中にはいるわけですよ、うん、職人さんと、うん、でもねインターネットで手に入れたお客様で繋がったお客様ってやっぱ顔見えないんですからね、うんうん、そういうのはやっぱり不安だなっていう人も絶対いますから、うん、そういうでもそういう人にはそういう人用のホームページも作れるじゃないですか。作れる必ずね顔で見合わせて会議してから決めるとか、うんうん、そういうことは絶対できる、まあ、それぐらいお力になれるね、ホームページ制作に関してはもうプロの高橋さんがいるんで、うん、そういう方でもね一度問い合わせはいただけるとはいいと思います、ね、はい、読んでみていただいて合うようで、はい、ぜひご連絡。あとこのなばな塾の YouTube チャンネルもあるんですよね。あります。なばな塾のこれ今なばな空調のチャンネルですけど、なばな塾だけのね、うん、YouTube のページもあります。それも概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひそちらの方も見てみてください。よかったらねチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。はい、はい、今日はこれぐらいですかね。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。